2025年にトヨタライズがデザインを刷新する場合、コンパクト SUV としての特徴は維持しつつ、よりスポーティーな外観が追加されると予想されます。シャープな LED ヘッドライト、大胆で大きなフロントグリル、そしてより目立つボディクラッティングが加わり、クロスオーバー SUV としての存在感がさらに強化されるでしょう。このデザインはファッション性と実用性の両方を求めるドライバーにとって、都会的で洗練された印象を与えるものとなるでしょう。2025年モデルではトヨタライズがさらに大きくなることも予想されます。以前のモデルよりも全長と全幅が拡大され、キャビンスペースやラゲッジ容量が向上する一方で、狭い都市部の道路でも取り回しやすさが維持されるでしょう。さらに空力特性が向上し、走行性能や燃費効率が高まる可能性があります。インテリアデザインにおいてはよりモダンで実用的なものが期待されます。洗練されたインストゥルメントパネル、Apple CarPlay や Android Auto などのスマートフォン連携機能を備えた最新のインフォテインメントシステム、そして先進的な運転支援システムが搭載され、安全で快適なドライビング体験を提供するでしょう。2025年のライズはコンパクト SUV でありながら、上質な素材を使用したインテリアによってプレミアムな雰囲気を感じさせるでしょう。パフォーマンス面では2025年モデルのトヨタライズに新たなエンジンオプションが追加される可能性があります。例えば効率的なターボエンジンやハイブリッドパワートレインが期待されており、パワフルな走行性能と環境への配慮を両立させるでしょう。これにより厳格化するエミッション基準にも対応できるはずです。パフォーマンス面では2025年モデルのトヨタライズに新たなエンジンオプションが追加される可能性があります。例えば効率的なターボエンジンやハイブリッドパワートレインが期待されており、パワフルな走行性能と環境への配慮を両立させるでしょう。これにより厳格化するエミッション基準にも対応できるはずです。